ワールドバズクッキングさあ今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今週はいよいよスイスの料理、スイスの食材を使ったバーベキューをします。やったー。もうね、さっきから煙がねもうモクモクとしていまして、もうワクワクが止まらないです。はい、はい、ということで今日はですね、スイスのインターナショナルな食文化というのがありますので、はい、スイスの食材を使ってアレンジ料理バーベキューをしたいと思います。あ、ただ焼くだけじゃなくてアレンジが入るってことですね。そういうことです。なので、はい、今日はこの方に来ていただきました。お、当番組フードコーディネーターの青木さんです。青木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まずバジルサラダから作ってみましょうか。おお、バジルサラダ、はい、これが材料ですか。そうですね、これが材料です。とってもシンプルです、はい。こちらはもうチゲ、葉っぱチゲルですので、はい、プチトマト、はい、カラフルなプチトマトと、あとこちらキュウリをピーラーでおお、しましま模様にしてから切っていくと、へえ、ちょっとやってみてください。はい、わかりました、はい。キュウリをしましま模様にしていきます。このキュウリすごい大きいですね。よいしょー。ふいー。おー、はい、いいです。OK です。はい。近づけて、近づけて。なるほど。こんな感じで大丈夫です？そうですね。はい。おー。なんかちょっとおしゃれな感じになってる。はい。はい。お疲れ様です。次はトマトを、はい、縦半分に切っていく。よいしょー。ふい。あら、綺麗な色。いいですね。なんか外でお料理するってこれまでなかったですから、うん、新鮮ですね。よかった、涼しくて。バジルとかはスイスの方よく食べるんですか。そうですね、はい、夏の時結構、はい、で今日は、ね、はい、作っていただくそのサラダはすごい夏、はい、スイスの夏っぽい。スイスの人は普段何を食べるんですか。そうですね、スイスの食文化だといったらやっぱり、はい、チーズとか、あ、じゃがいもとか、イメージあるな、はい。食品に対するそのサスティナブルな何か活動っていうのはされてるんですか。そうですね、サスティナビリティといったら、うん、スイスはですね、はい、地産地消という、取り組みがとても盛んだと思いますね、はい。で今日はちょっと、はい、ご紹介したいのは、うん、何でしょう。水耕栽培という、はい、ジュリヒお住まい の, デザイナーと建築家、はい、アントニオ・スカルポニーさんがデザインした、はい、水耕栽培システムで誰でもイケア の, はい、まあ、株というか、うん、買ったその部分でご自宅で狭い空間でも、うん、そういう水耕栽培システムを、はい、作れます。あ、そうなんだ、はい。例えば、はい、バジルとか、うんうん、あと、まあ、他の野菜とか、はい、自宅で、はい。それは日本でもできるものなんですか。あ、そうですね、うんうん、アントニオさんが、うん、マニュアルを、うん、本として出版して、うんうん、で、それは日本語でも、買えます。わー、あ、かわいい、はい、絵も素敵ですね、こういうマニュアルと。そう、ココナッツファイバーのツイート、隙間を埋めるハイドロゴール、なんかちょっと言葉だけ聞くとよくわからないけど、でもすごい簡単です、はい。そうなんだ、はい。で水を入れて、はい、窓の前とかバルコニーとか、バジルとかハーブとか全然、じゃあぜひこれを見て作って見てほしいということです、ね。お願いします。おー、なるほど。ちょっと後で手きれいにしたら開きます、それ。はい、バジル、これバジルですね。これを葉っぱだけ取っていただいて、はい、混ぜ合わせます。ほう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 。吉田さん、そういえば、はい、このピンクのシャカシャカ似合いますね。着てますよ。ありがとうございます、いただいたピンクのジャケット。さっき生配信を見てくださった方々は分かりますよね、後ろに映ってた不審者、この人です。さあ、バジルを切り終わりました、はい。これをこれを、はい、混ぜていきます。はい、葉っぱがしなっと並んでしまうので、入れて、全部入れて、はい、これを混ぜ
ほいほいほい、カラフルですね、いい色。ほい、これで、はい、これをじゃあ散りばめてください。散りばめる。はい。あ、可愛い、彩りが綺麗ですね。色を散らばめていただきます。ちょっと上の方だけシワシワシワっと、シワシワシワっと軽く混ぜてください。はい、またバジルを、はい、また混ぜるんですけれども、はい、ちょっと飾りなので、あの、あ、こういう感じです。あの、こういう感じですか。そうですね、はい、最後にくるみを、はい、ちょっと砕いて、はい、これを散らして完成です。やったー、やったー、一品できました。美味しそう。ジョナさん、どうですか。すごく美味しそうです、はい、じゃあ次の調理に行きましょうか、はいはいはい、次はですね、あのスイスのプラントミート、豆で作ったお肉、これを使って、4品作っています。スイスの方は植物性ミートをよく食べられるんですか。ああ、そうですね、うん、最近あのスーパー行ったら、うん、あの有機野菜とか有機か、はい、あの果物とか、あまりしか売ってないんですね。そう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 、そうスイス現地のスーパーはそうなってるんですね。そうそうそう、あの有機食品しかあまり売ってないです、で、あのやっぱりその植物性のミートもすごい、あのなんか話題になって、はい、それはベジタリアンの人が多いからなんですか、それとももう皆さん健康をやっぱり意識されてるからですか。あ、まあどちらもあのいると思います。もうやっぱりあのそうですね、健康をあの気をつける人もいるし、あのもちろんその環境の問題も、環境もね、すごいさすがスイス、サステナブルな国ですね。さあ、ではじゃあ早速これを使ってまず何を作りましょう。はい、まずはパプリカの、肉じゃないけど肉詰めを作ります。はい、はい、もう青木さんとも長いので1年ですよね、早いね、早い早い。この植物性ミートは日本でも買えるんですか。そうですね、うん、まだ販売されてないんですが、うん、やはりプランテッドという、はい、あのベンチャー企業が、うん、あのそうですね、頑張っていって、でもうすぐあの日本でも提供していきたいという、まあ、嬉しいを持っています。日本でも、されるようになるといいですね、そうですね、本当でも画期的ですよね。これも温めちゃえば使えるから、焼いたりとかもしなくていいってことなんですよね。便利ですね、すごい便利、画期的、いいですね、はい、はい、ありがとうございます。続いては、こちらの中に、パプリカの中に、はい、お肉を詰めていきます。わ、どのカラー詰めようかな。これ使うと便利ですね、はい、あ、じゃあ逆に黄色でいこうかな。あ、いいですね、黄色でいこう、はいはい、よし。あ、でも本物のお肉みたい、ちゃんと固まってる、しっかり、じゃあ私はアラバンです。ジョナスさんはどの味が好きとかあるんですか。そうですね、僕はやっぱりカレー、これですか。そうそうそう、カレーがおすすめです。実はですね、あのまだ日本で販売されてないから、うん、僕もあの食べたことないので、そうなんだ、今日もあの一緒に体験します。はい、すごい楽しみにしてます。これ家にあったら本当なんか料理が楽ですね。そうですね、あのこれ私あの実は先に試食させてもらったんですけど、あら、いいの。あの試作をするので、ね、はい、必要な、ね、お仕事ですもんね。そして、はい、美味しかったです。あ、美味しかった、うん、あの味がしっかりしてるので、はい、なんか豆のお肉っていうと、はい、豆の豆臭さっていうの、あ、そういうのを想像されちゃう方もいらっしゃると思うんですけれども、もう豆、本当スパイスの味でうまく相殺されていて、絶対気にならなく美味しくお肉の食感で食べることができました。日本のスーパーでじゃあこの植物性ミートが売られている様子っていうのを見るのもなんか、ね、遠い未来ではない、未来ではないといいですね、そうしましたらこちらに、チーズを乗せます。お、スイスといえばチーズ、いいイメージあります。絶対入れましょう、はいはい、うわ、あ、来ましたよ、来ましたよ、来ました来ました、うわ、綺麗、縮くなくて、おしゃれ。大きいですね、これを乗っけていくんですか。ね、そうです、あ、ちょっとこっち、あ、こっちですね。あ、
すごい美味しそう、おしゃれ、おしゃれ、すごい。まずチーズを乗せていきましょう、はい、このチーズこれ乗せちゃいます、これを、ね、上に乗せちゃっていいんですか、うん、じゃあいきますよ、はい、はい、これ感じでいいですか、はい、はい、贅沢、ハモりましたね、贅沢すぎる、いいんですか本当に。これは手動詞の頭と言います、手動詞すみません、はい、発音が苦手なんです。手動詞の頭、なんでそんな名前がついてるんだろう、この中で、はい、手動詞の頭、はい、うん、で、ちょっと髪の毛がない手動詞の形にしてそういうことかもしれないですかもしれないですね、だと言われてますがなるほど、じゃあちょっと削ってみます、私もこう回せばいいんですよね、あ、なるほど、あ、結構力がいる、あ、失敗してるかも、お、できてる、ここは硬い、お、いけるかな、このチーズってすごい難しいんだな、うわー、うまく全然できてる、おー、できてるかな、こんなもん、あ、落ちちゃったー、テーブルの上だからセーフ、お、こんなもんかな、おー、いやでも難しい、すごい難しい、こういくまでやっぱ全然、これはさっきシェフがやったらやっぱすごいうまいですね均一になる、この網にようやく来ましたね、この網を使うときが、はい、トマトチーズ、おー、あー、お鍋もいい感じに温まってましたね、バーベキューらしくなってきましたですね、はい、ようやく来ましたよ、はい、そしたら渚さんこれに、はい、この中に入れてください、はい、よいしょ、美味しくなり、美味しくなり、美味しくなれ、よいしょ、お、ぴったり、はい、はい、ちょっとふんわりと、はい、ふんわり、これでアルミホイルをかけて10分ほど待ちます、はい、さあ、ということで全ての品完成しましたソテーあー、いただきます、はあ、おいしい、この番組をいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントをお待ちしてます、コメント結構全部読んでます。